はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は巡礼の祝祭で新しく配布が決まったこの4機について、まあどれがおすすめですかっていう紹介をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていくんですが、まあ軽くスキル構成だけ解説していきましょう。まずハロウィンのエリちゃんですね。キャスターエリちゃんです。この子に関しては第1スキルで自身に毎ターンスター獲得状態を付与3ターンの HP を回復、敵全体に強化状態1つ解除の解除成功時に対象にハッピーハロウィン状態、特殊なクリティカル発生率ダウン状態を3ターン付与し、ハッピーハロウィン状態の敵の数に応じて自身の NP を 20% 増やす。第2スキル、自身のバスター性能1ターンアップし敵全体に火傷状態を10ターン付与。第3スキル、自身にガッツ状態を1回の5ターン付与し NP を 30% 増やす。そしてスターを獲得し敵全体に炎症状態、火傷の効果量がアップする状態を5ターン付与となっております。で、宝具に関しては敵全体に強力な防御力無視の攻撃、呪い状態3ターン付与、オーバーチャージで効果量アップとなっております。で、まあコマンドはアーツ3枚って感じですね。で、次ブレイブのエリちゃん。この子に関しては第1スキル、自身に無敵状態1ターンの NP 獲得量を1ターンアップ。第2スキル、自身にバスター性能を1ターンアップし防御力を1ターンアップ。第3スキル、 NP が 50% 以上ある場合のみ使用可能、自身の NP を 50% 減らすデメリットの代わりに自身のバスター性能を3ターンアップ、または味方全体に無敵状態1ターン付与、または味方全体の HP を回復、または味方全体の攻撃力を一旦アップ、またはスターを獲得となっております。で、宝具に関しては敵単体に超強力な防御力無視の攻撃、火傷状態5ターン付与、オーバーチャージで効果量アップ、炎症状態火傷の効果量がアップする状態を5ターン付与。そしてコマンドに関しては、バスター2枚のアーツ2枚となっております。で、先にこっちやろう。アーチャーのノップですね。ノップに関しては第1スキル、味方全体のバスター性能3ターンアップし防御威力を3ターンアップ、 NP 獲得量を3ターンアップ。第2スキル、自身に神聖特攻状態を1ターン付与。第3スキル、自身のスター集中度を3ターンアップしクリ威力を3ターンアップ。そして宝具に関しては敵全体に強力な騎乗スキル特攻の攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップ。で、コマンドカードはバスター2枚のアーツ2枚となっております。で、ラスト、エッちゃんですね。謎の日アイドル X オルタ。この子に関しては、第1スキル、自身に旧性能3回の3ターンアップ、バスター性能を3回の3ターンアップ、回避状態を1回の3ターン付与。第2スキル、自身のクリティカル威力を1ターンアップし機械特攻状態を3ターン付与。第3スキル、味方全体の攻撃力を3ターンアップし HP を回復。そして宝具に関しては、アペンドスキルに関しては対バーサーカーの攻撃適性を持ってます。で、宝具に関しては自身の旧性能を1ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、敵全体に強力な悪特攻の攻撃。そしてコマンドは B2枚Q2枚アーツ1枚という型になっています。はい、ということでね、軽くスキルと宝具構成解説してきたんですが、こんな感じです。で、NP チャージを持っているキャラクターに関してなんですが、今回はハロウィンのエリちゃんのみが NP チャージ持っていて、それ以外のサーバントは NP チャージ持っていないよという感じの宝具です。まあ、スキル構成になっております。で、全体宝具、単体宝具かで言うと、ブレイブエリちゃんだけが単体で、それ以外が全体宝具となっております。で、これを踏まえた上で、この3機、この4機ですね。この4機の中でどれを交換した方がいいのかというお話なんですが、俺個人として交換優先度高いキャラクターは、悩むなぁ。ちょっと悩むんですが、いや、俺はね、ノップかなって感じです。はい。理由としてなんですが、味方全体のバスター性能、防御威力アップ、これに尽きるからです。はい。まあそれ以外だと神聖特攻と騎乗スキル特攻、あとはクリティカル威力アップを活かしてクリ軸で運用することができる
ってなった際に、まあ昔ながらのスキル構成とは なってはいるんですが、まあ味方全体バフ、かっこバスターバフをちゃんとすることができて、神聖特攻、FGO では神聖特攻めちゃくちゃ刺さる場面が多いんで、そこをうまいこと活かしていくからの全体防具でって考えると、まあ周回でも結構使い勝手がいいキャラクターとなってるんで、まあ俺個人としては織田信長のアーチャーに関して優先度は一番高くなるかなと思います。でその次なんですが、個人的にえっちゃんかなって感じです。でまあこの子に関して、まあ機械特攻3ターンと悪特攻の攻撃が入るということで、特攻の範囲としてはわりかし広いです。でかつ、まあこの子味方全体の攻撃力上げつつ、フォーリナーというクラスなんで、まあ対バーサーカーに対してめちゃくちゃ強いですってなると、謎のアイドル X に関しては引いといて損はない、まあ交換しといて損がないキャラクターとなっているんで、まあ割とおすすめかなって感じです。ただまあこの子フォーリナーというクラスでめっちゃ使うかって言われると、そこまで使わないです。まあフォーリナー他でなんか持っているんだったら優先順位としては低くなってもいいけど、持っていない人からすると、まあ育成の優先度、交換の優先度っていうのは高くなるのかなと思います。はい、この2期が個人的なおすすめって感じですね。でその後に関してなんですが、ハロウィンのエリちゃん、キャスターのエリちゃんがおすすめです。まあこの子に関しては毎ターンスター獲得、これ20個なんですけど、クリジクでの運用ができる、あとは NP30% チャージの全体キャスターとなっているんで、まあやっぱ周回等で 1,2 ウェーブ目担当で使いやすいっていうのもあるんで、まあハロウィンのエリちゃんは交換しといて損はないかなと思います。ただハロウィンシリーズに関しては配布だけで言うと4回目の今回配布となっております。まあそのことを考えると持ってる人が結構多いのかなとか思ったりするんで、ちょっと育成の好感度、交換優先度っていうのは下がってくるかなっていう感じです。で、ブレイブのエリちゃんですね、この子に関しては交換しなくていいです。はい、後回しで構いません。なんでかっていうと、めちゃくちゃ単純、スキル構成と防具構成がそこまで強くないからですっていうのと、今回リリムハーロットがあると思うんですが、そこでセタンタが配布されてます。まあ防具強化されているんで、まあ正直ブレイブエリちゃんの方が、防具強化されてる分火力が出やすいっていうのがあるんですが、まあ NP チャージ持ってなくて、まあ昔ながらのスキル構成、そして第3スキルの NP50% 減少、これ使わないんで、まあ実質バスター性能アップと無敵だけです。防具強化されててもヘタンタの方を使った方が攻撃力アップ、スター獲得ね、いろいろ持っていたりするので、ブレイブエリちゃんに関しては優先度としては低くなるかなっていう感じです。ということでいろいろまとめてきたんですが、こんな感じです。まあ現時点だった場合、まあ過去のね、ライダー金時とか、いろいろいるんですけど、今配布で入手できるこの4期の中でどれがおすすめかっていうと、左から順に織田信長、謎のヒロイン X アイドル、ハロウィンエリちゃん、ブレイブエリちゃん、この順に交換していくといいのかなっていう感じです。で、フォーリナー持ってないよっていう方に関してはここの順序が変わってくるという感じになるので、まあ基本はこの2期ですね、謎ヒロ X アイドルと、織田信長、ここを優先して交換していけばいいかなと思います。そして第1弾で配布されたサーバントですね、金時、シュテンちゃん、サンバのサンタ、この3機がいると思うんですが、この中でどれがおすすめなのっていうお話をしたら、やっぱりライダー金時が一番おすすめになります。順番で言うとこんな感じですね。まあここが間であって、まあ初めの3機ですね、この3機は交換優先度個人的におすすめで、その後に関してはまあ妥当かなってぐらいかな。まあ人によってあの熱い層、熱くない層っていうのがあったりするんで、まあこれは自分の手持ちによって変わってくるかなと思います。まあただ今回のお話だった場合、この4機の中でどれがおすすめってなると、織田信長とアイドルエッちゃんがおすすめという感じになってるんで、この2機を交換してもらえればいいかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。
えっちゃんの復刻ないのかな。